無駄な努力、ご視聴いただきありがとうございます。えっ、ー、と、以前から、えー、マージャン用キーボードの制作をしていたんですけど、えっ、ー、と、まあ、作るっていうのは全て終わったんですけど、えぇ、ー、まあ、最後に、組み立てと、えっ、ー、と、入力のテストですね、えー、ちょっとやっていこうかなと思いまして、動画にしています。はい、 それでは、えー、組み立てなんですけど、えっ、ー、と、まあ、本来ものを作るんであれば、えー、裏板っていうのはアクリル板とかね、えー、樹脂の板とかで,で作るんですけど、えっ、ー、と、材料を買うのももったいないというか、めんどくさいので、えっ、ー、と、ちょっと多めに、えー、発注していたプリント基板ですね、部品実装してない方のプリント基板で、えー、代わりにこの裏板にしていこうかなと。 それでちょっと組み立ててみようかなと思います。で、えー、図面引いてた時から、えー、M3 のネジ穴を5つ,5つですね、えー、穴開けてたもんで、えー、こちらに、えー、M3 のスペーサーを通してやっていきます。えー、本来であればね、えー、メスメスのスペーサーで ネジ止めするのが普通なんですけど、えー、と、たまたまちょっと、なんか手持ちであったスペーサーがありましたので、えー、と、ナットで固定しています。 すでに納、えー、トを固定するほどのいい工具とかは持ち合わせていませんので、手締めでやってます。 はいえそれでは裏板の方が固定できましたので、肌付けしたプリント基板ですね。こちらを重ねていきます。ですね、これ組み立てながらまあ気づいたんですけど、確かにプリント基板をえ裏板にすると本当に精度がいいですね。もともと発注するときに、 えとドリルの、ドリルの指定、ドリルの位置指定になるんで、同じロットで作られた基板っていうのは、本当にドンピシャですね。 まあこれをつけることによって、えっと、プレイするときに裏側ですね、裏側が鉄板の机とかに当たると絶対ショートしてしまうんで、こういうね、裏板で絶縁処置っていうのは大切ですね。はい、それでは5点止めたので、 本締めをしていきます。ちょっとね、手持ちのスペーサー自体が高さがあるタイプだったので、ちょっと分厚くなっちゃってますけど、ここら辺はご愛嬌ですね。本来であればもう少しお金をかけていいもの作りたいとこなんですけど、 まあ、プリント基板の製作で5000円使ってしまったんで、もったいないですね。はい、えー、これでネジ止めが終わりました。結構ね、強度が、プリント基板って強度があるんですごく丈夫なコントローラーができましたね。はい、えー、それではラズベリーパイピコを挿入します。 えー、ゲームをプレイするときはこんな感じですかね多分ファミコンで一っときあった確かイデマージ麻雀ですかね、えー、ファミコンであった麻雀ゲーい大体サイズ感プレイ感は変わらないかなと思います結構ね両手に収まってちょうどゲームコントローラーサイズになってますねはい、えー、それでは次がえっ、ー、と花札ゲームですね これは確か華やよいだったと思うんですけど、こちらのサービスモードですね。サービスモードでキーボードの入力がそのままチェックできますので行いたいと思います。はい、それでは、これですね。で、押したキーがそのままディスプレイに表示されます。まあ、実際、ラズベリーパイピーコンに えっと、キーボード。キーボードのですね、押しボタンが全部入るようにしてるだけですので。まあ、いたって普通かなと。ちょっと、踏んで、試験、鼻札の時試験数の時に、えっ、ー、と、イエスのを設定し忘れ、設定はしたんですけど、テストはし忘れてますね。はい、えー、それでは、これは次が麻雀芸ゲーですね。 では、マージャン系の方をキーのテストをしていきます、はい。A, B, C と。はい、入力は進んでますね。えっ、ー、と、プログラムが、まあ、大雑把なんですけど、えっ、ー、と、キーを押したら0.1秒間押し続けるかな。で、0.1秒後に離す。っていう。 作りになってるんで、えー、こう点滅するようになっちゃってますね。そうですね。大体こんな感じでうまくいってます。えっ、ー、と、今じゃ、今はちょっとまだベッドマージャンに対応してないので、いずれやっていきたいなと思います。以上です。